は世界が温暖な気候に向かい、自然環境も人間が生活しやすい環境に変わってきた。そんな中、日本列島の南の端、南九州地域に縄文文化の芽生えが見られた。縄文時代早々期以前と推測される水挟ま遺跡が発見された。そこでは、縦穴式住居跡、道跡、路跡などの遺跡が出土している。しかし、 縦穴住居跡と認めない意見も少なくないが縦穴住居跡である可能性も否定できない2000年までに7棟の縦穴が発掘されている1から2号の縦穴は隣接しながらも独立しており縦穴の周辺におびただしい数の食い柱穴が巡らされている1号縦穴が1.71.3メートルと小さい周辺に19の 食い柱穴、2号、縦穴が2.1.8メートルとやや大きく、22の食い柱穴を排している。食い柱穴の中心線はいずれも延直方向を示しており、食い柱は内側に傾斜するのではなく、垂直に立っている。縦穴の深さは1号が7から10センチ、2号が7から16センチと非常に浅い。 これは、旧地表面が作兵を受けたためである。このうちに石川拡張区の3から7号は複雑に複合し合っており、全体像が明確でない。ありがとうございます。